沖縄社会大衆党の2人の県会議員が令和新選組の応援に愛知県に駆けつけてくれました。人権の領域で社会運動に関わってきた比例東海ブロックの上村秀明候補の応援のために平里子広彦さんと図形蘭長風さんの2人が遠い愛知県まで来てくれました。東海ブロックで人権を重視する令和新選組が衆議院の議席を獲得することは、人権がないがしろにされてきた沖縄県にも多大な好影響を与えることになるからだそうです。沖縄社会大衆党の県会議員2人がわざわざ応援に駆けつけるほどの立派な上村秀明さんが令和新選組から立候補してくれたことに改めて感謝します。応援に来てくれてます。あ、そうですか。わざわざ沖縄から応援して来てくださってるんですね。わー、ありがたい。ズケランさん、ズケラン長夫さん、ありがとうございます。こっち、ズケランさん、わー、こっちこっち、ズケランさん、こっちこっち、顔出し NG だったら言ってくださいよ。いろんなことあるでしょうから、すいません。よろしかったらどうぞ、はい、上がってください。よろしかったらどうぞ上に。ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。わざわざ沖縄から応援に入っていただいた、ありがとうございます。沖縄の県会議員の図形蘭長風さん、はい、はい、平です。じゃあ順番にどうぞご挨拶してください。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。今回この愛知十五区では辻めぐむさんが立候補されておりますけれども、私たち今回ですね、沖縄から参りました。沖縄県議会議員の私は平里子と申します。今回この令和新選組からまた比例で本当に素晴らしい方が立候補をしておりまして、その方を応援したくてですね、今回、昨日沖縄から入ってまいりました上村秀明さんと申しまして、ぜひ皆さん比例には令和と書いていただいてですね、上村秀明さんが比例単独で令和から立候補しておりますけれども、この日本のまさにこの政治音痴と、あるいは先ほど山本代表おっしゃっておりましたけれども、日本は国連の中の国際社会の中でも人権後進国として言われて揶揄されておりますけれども、まさにその状況を改善するために、解決するために取り組んできたのが上村秀明さんでして、もう本当に長年この日本の国際人権の観点から状況を変えようとずっと取り組んできた方でございます。沖縄においてはご承知のように、もうすでに約800億円も無駄に使われております辺野古の新基地建設がありますけれども、まだあれはたった 15% しか完成していない状況で、どんどん1日警備だけでも5000億円をですね使われているという状況がある中で、ぜひ日本の政治をまたこの人権のエキスパートであります上村秀明さん取り組んでいただきたいという思いで駆けつけさせていただきました。どうぞ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、さあ皆さんこんにちは。沖縄から応援に参りました県議会議員の図形蘭長風と申します。山本太郎代表もユニークな経歴をお持ちですけれども、私も20代前半、東京でプロのキックボクサーをしておりました。しかしながらこの沖縄に帰って、沖縄がこの日本の政治に虐げられている状況を見て、私も沖縄のために戦わないといけない、そして若い世代にも政治をアプローチしていく、その力の一つになりたい、その思いで24歳ぐらいから沖縄の政治に関わるようになりました。今31歳で沖縄県で最年少の県議会議員をさせていただいております。沖縄でも衆議院選挙ありますけれども、こんな大事な時になんで愛知に沖縄の県議会議員が来ているかと言いますと、先ほど平里子さんからもございました、この愛知東海においてのこの令和の議席というのが
沖縄に対しても非常に影響がある希望の持てる奇跡になることを確信しているからであります。この辻恵先生においても私の父が衆議院時代に一緒に同僚でありました。辻先生、消費税の廃止に断固として反旗を翻した私の父も民主党時代に沖縄に南西シフト、軍事要塞化、自衛隊の拡大の計画がされたときに唯一反旗を翻したのが私の父であります。この反旗翻しフレンズで今も交流を持ちながら私の選挙にも辻先生、足しげく沖縄に足を運んでいただきました。そして全国比例では、東海では上村秀明さんが立っております。沖縄が虐げられている状況に共に声を上げていただける令和新選組の飛躍を私は願っております。この衆院選挙、大義のない選挙とも言われておりますけれども、この選挙において令和新選組のような国民の痛みに背負って国会で声を上げていただける、このような政党が飛躍していく、議席を倍増させていく、その選挙にしていきましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。上村さんもマイク握ってください。はい、自己紹介をぜひ。今ご紹介に預かりました比例の、東海ブロックで出ます上村秀明と申します。皆さんもいっぱいたくさんですねお話しされたので、簡単に、令和のですね、政治スローガンの中に一緒に変えましょうって言葉があります。これは私大好きなんですけども、国会議員は皆さんを代表してるって言ってます。でもこれは代表ではありません。皆さんと一緒に変えるんです。だから我々は代表であると同時に皆さん一人一人とつながってなくちゃいけないっていうのがですね、本当の政治家の役目だと思います。でこういうことができる政党あるいは政治家としてですね、令和新選組を支援していただきたいなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人権の専門家、私たちの比例の候補でございました上村さんです。そして、ズケランさん、そして平さん、ありがとうございます。沖縄からわざわざ恐れ入ります。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張りましょう。ありがとうございます。すいません、わざわざ。ありがとうございます。